ですか。はい、わかりました。あ、子供の頃にハマってたものですか。はい、はい、はい、そうですね。わかりました。私、ちょっと人狼なんですけど、喋りますね。私、あの、ちっちゃい頃に、その親名義で。親名義で携帯をもらってたんですよ。おお。で。ちっちゃい頃から。そう、その時が、ガラケーから、こう、スマートフォンに切り替わるタイミングで。 で<ー>そのなんかあの、まあのまスマホに行きかけるガラケーの時にこのインターネットを、うんはいはい 今だとこの子供の人ってこうインターネットをこうなんか制限させられたりとかするじゃないですかうん,うん、うん、ねなか簡単にできたりできるじゃない課金をだめにするとか、うん、その時にやっぱそういうのがなかったのかあったのか覚えてないですけど、うん、なんか多分なかったっぽくてもうそのお下がりをそのままこうでポンって渡されてそのまま使ってたんですよあ自由だだったん,だうんそう、ね、自由で使っててでその時にそのあのあまあ 子供だったのでエロ漫画とかにハマり始めてて子供だったのでからすごい文章でいいじゃん子供だったからそういうエロい漫画とかにハマり始めてて思春期だからだからよく「コミックなんたら」とかで何十円とかで売られたりするエロ漫画とかあるじゃないですか。でその何十円って現実のお金がかかるって知らなくて。 なんかのポイントなのかなって思ってポチ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 押してたら携帯の課金がどんどん積み重なってどどんん積み重なってて1ヶ月の料金が10万円いかないけどちょっとひどいことになってしまったなってまあそれが私の子どもの頃の1ヶ月間はまってたものですね。 月限定だけど月はまってたものですねまあでも私これ人狼なんで本当の話じゃないですけどねはいありがとうございますはいあにすんな。お願いますはいすりがとうございとすああ私もちょっとさらっといかせていただきたいんですけどクリスマスプレゼントにお願いしたことがあるもんなんですけど小さい頃にやっぱりそういう先ほども反応したり、まりそういったものにはまっていたと。 今はあのしっかりあのポロノハブのプレミアム会員しっかり入らせていただいてるんですけどその時はその何がちゃんとしたもので何がちゃんとしてないものなのかっていう分別がつかずにですねううんんなんかまあ皆さんが見る通りのいやらしい動画をまあ見てたんですよ見れる限りなんでみんな巻き込んだ今皆さんもって言わないでであのその時に出てきたのがそのなんかあの 電動マッサージ機みたいなんんんんんうううううそ電動マッサージ機が出てきててあっんか電動マッサージ機ってあこうなんかマッサージ機なんだって思ってでもなんかこういういやらしいのにも使われてるけどマッサージ機なんだなって思ってあまあお母さんにお父さんお母さんにちょっと私のこの電気マッサージなるものが欲しいと。でな、何に使うんだと。 エロトークしか今日用意してきない今日全部ストーリーつなげてきてるだろ今日何に使うんですかって聞かれてま、ま、ああのマッサージをするために使うともうもうもうマッサージキーですからねと言って結構でかめのでのマッサージキーをドン・キホーテに行って買っていただきましたねドンキってところがリアルだなドンキリアルサンタクロースも靴下に冷たくなかったろうよはいありがとうございました はい、分かりました私なんですけどもあの学生の頃に塾に通ってましてうう、はい、<laughs> うん、うん、うん、ちょっとあの、私塾の先生の話なんですけどは、うん、はい、はい、で、のいいあの <laughs> その時にああの、まあ、別に好きでもないけど嫌いでもないし私の担当でもない塾の先生がまあいっぱい結構でっかい塾で。 全然あんまりなんか顔を名前と顔が一致するかしないかぐらいの先生だったんですけどその時にその塾の先生たちが集まっているなんか部屋みたいなのが、まあ、だから学校で職員室みたいなのがありましてそこに、まあ、のその成績とかのやつでこう呼び出しされて、まあ、個別面談とは言わないけど、まあ、5分程度、まあ、テスト前とかだったからちょっとお話ししましょうみたいな感じでどんどん,どん,どんねこう回してたんですよ生徒。 で私入った時にそのよくわからないあんまり知らない先生がもう隣くらいのところに机があってで、結構フラットな感じだったんで、うん、机が大体丸見えだったんですよで、その時にあの全然すなんかコンビニの袋より透けるぐらいのビニール袋の中に上原愛の「おにいかせ」っていう AV が入っててで, <laughs> <laughs> でその時に私「あの三、ね、部作やめろよ!」<laughs> <laughs> さっきまでいい雰囲気だったの <laughs> いい話だったね、私すっごいあのなんで覚えてるかって、すごい私上原愛ちゃんの作品の中でお兄さんい一番大好きで。<laughs> <laughs> もう先生じゃないじゃん、もう上原愛ちゃんのそれ<ー>そ。の時にあ、この先生なんか名前も顔も全然わかんないし、全然なんかわかんないわかんない童謡だったけど、<laughs> 上原愛のこの作品好きなの？ええー、めっちゃシンパシーって思って、まあ、印象に残ってますね。<laughs> はい、ちなみに名前は佐々木先生でした。ありがとうございました。<laughs> やめやめ足見てますか足見てますか佐々木先生。佐々木先生,木先生<笑><笑>元気ですよ、桜目は。い <laughs> はい、以上です。はい、ありがとうございました。それではですね<悪>、えー、皆様のエピソード揃いましたので、この中で誰が嘘をついているのか、5分間で探し出してください。どうぞ。